この金ブロックをすべて金のインゴットにしちゃいますね。それで金の装備を作るって感じ。そうだね。私もなくなっちゃったから欲しいし。そういえば前回のコメント欄で金装備は一部分だけでいいって言われてたぞ。でもどうせ作るなら全身作りたくないっすか。何その自ら難易度上げていくスタイル。じゃあ全身縛りは霊夢だけでお願い。え、もう全身作ったから用務に拒否権はないよ。え、はい、じゃあこれを用務にあげたいと思います。うわぁ、霊夢のパワハラだ。このチャンネルでの実況歴は用務より私の方があるから言うこと聞いてもらわないと。こんな上司は絶対に嫌だ。っていうかこれってどうやって進むの。これはどこに繋がっているんだ。多分上の方向に繋がっているんじゃない。だいぶ複雑な構造になってますな。一応無理やり繋げてはみたけど、これ絶対正規のルートじゃないよね。ブロック破壊して入るってことあるのかな。でもこの周囲見たけど他に入り口は見当たらなかったしな。とりあえず変な空間には出ましたね。うん、どうなってんだこや。これはさらに上の層があるんですかね。あ、あそこからピグリンが見てる。狙っているようには見えるけど金装備着ているから大丈夫だよな。本当だ、めっちゃ狙っているように見える。こっち側はまだ続いてそうですね。下はマグマとかがあって危ないから慎重に進んでね。うお、めちゃくちゃ怖いじゃんここ。ピグリンの恐怖はなくなったけど今度は普通に落ちるかもしれないっていう恐怖が。やられたらまた地獄の橋を往復するんだぞ。それは嫌だ。めちゃくちゃ慎重に行こう。ここにチェストあったよ。おお、ピグリン要塞で初のチェスト。ピグリン要塞のチェストは期待できそう。なんとなくレアアイテムが入っている予感。開ける前にここのマグマが怖いので一応壁を作っておきましょうか。こんなもんで大丈夫かな。安全確保できた。周りに敵もいないのを確認したか。奇襲される心配もなし。それじゃあ開けたいと思います。はい。お、ここで金のパンツが入っているな。爆発耐性のエンチャント付きっすね。あとロデストーンっていうのも入ってるね。ロデストーン、なんだこれ。あんまり聞いたことないアイテムだな。また知らないアイテムが来ちゃったよ。とりあえず持っていくだけ持っていくか。これ以外にもチェストあるのかな。今度は進行方向どこよ。これは多分上だね。ちょこちょこ道を作っていかないと落下する。デコボコしていて動きにくいなここ。こっち側は砦の外だね。ソウルサンドの谷だっけ。ここは高原にランタンを使っているんだな。そういえばちょこちょこぶら下がっているよね。これ建築とかに使えそうだから持っていくか。でっかいと松明でクラフトもできるらしいよ。なら無理して取らなくてもいいのか。松明よりランタンの方が見栄えいいよね。松明を乱雑に置くよりこれを天井からぶら下げた方がいいもの作れそう。何気に天井からぶら下げられるの大きい。松明が置けないところとかもこれで光源が届くからな。全くガストに当たらない。それでよくスナイパー担当とか言ってたよな。もう前回で引退したので外してもいいんです。いや、お無駄に浪費しちゃうじゃん。っていうか要塞の一番上登ってみたんだけど何もないんですが。え、チェストとかスポナーとか攻略できそうな場所ないのか。ひょっとしてこの要塞しょぼい。確かに周囲見たけど何もなさそうだねこれ。あれ、ちょっと攻略サイトカンニングした時はスポナー部屋とか色々あるって聞いたけどな。ちゃっかりカンニングしていて草。じゃあピグリン要塞編終了ですか。あ、本当に終わりなのこれ。ほとんど似たような地形なんだよね。ひょっとしてピグリン要塞じゃないんじゃないか。まあ金ブロックとチェスト1個あったからピグリン要塞ではあると思う。じゃあ外れ引いたってことにしておくか。さて、ここからどうするんですか。ネザー要塞探ししますか。どちらかといえばこっちがメインの目的だったからな。ピグリン要塞は偶然の産物みたいなところあったからね。ネザー要塞はどうやって探す。どうやって探すも行き当たりばったりで行くしかないでしょ。これは長期戦の予感。帰り道とかわからなくなりそうだね。まあできる限り直線的に進んでいけば迷わないんじゃない。直線的に進もうとしてもマグマとかがあって難しいんじゃないか。そこは気合で進むんだよ。根性論でマイクラを乗り越える気なのか。もう早速掘っているし、こういうバイオームには要塞なさそう。ネザー要塞が生成されるバイオームってなんだ。アプデ前のネザーみたいなとこじゃない。逆に見つかりにくそうだな。そや今となってはちょっと珍しいバイオームとかしているよね。少なくともこの周辺はソウルサンドばっかりですからね。あ、ここに赤い木があるバイオームがあった。そのバイオームの名前なんだっけ。シンクの森とかいうやつじゃなかったか。ここはピグリンがそこそこいるんですよね。でも今金防具だから問題ないと思うぞ。あ、そうか。定期的に身につけているの忘れる。こっち側はネザー要塞ない気がする。それはなぜだ。そんな気がするからです。理由を聞いた私が間違いだった。一旦拠点に戻って違う方向を探してもいいかもね。それもありだな。正直道わからなくなってきてるし。また地獄の一本橋を渡るのか。うわぁ、あの前回のトラウマが蘇る。
私はもうガストを気にせず駆け抜けてやる。みんな早すぎ、置いていかれそう。ガストは気にしたら負け。うわ、ガストが狙っている声聞こえるじゃん。橋壊れた。いや、橋は壊されてないけど、これ二人を狙った弾が私にタイミングよく当たりそうだから、ちょっと間隔空けて渡ろうかな。あ、怖かった。下手なジェットコースターより全然スリルがあるな。いやあ、痛い、誰が弓で撃ったの。やばいガストが来た、逃げろ。ガストはいいから誰が撃ったのか白状しなさいよ。業務じゃね。いや普通に嘘言わないで。とまあ拠点に戻ってきましたよっと。さて、どの方角行くか結構重要だぞ。探す方向によっては要塞が全くないってこともあるだろうしね。それじゃあ、奥の方行きましょう。奥は行き止まりだぞ。道がなかったら切り開いていく。それが私たちのモットーじゃなかった。そんなかっこいいモットーを掲げていたの。人の手柄は自分のもの、失敗は他人の責任っていうモットーじゃなかったのか。最低最悪のモットーじゃん。っていうか一マス掘ったら玄武岩なんとかいうバイオームに出ましたよ。ここもネザー要塞なさそうな雰囲気がする。こういうバイオームには基本的にないだろ。大丈夫だって、この先進めばあるってきっと。大丈夫ってお前が言うときって大体根拠がないじゃん。聞く。でもすぐそこにアプデ前ネザーのバイオームはあるね。その周辺はどう？それっぽい建物見えない。上から垂れてきているマグマくらいしか見えない。うん、こんなに要塞見つけるのに苦戦すると思わなかったな。ネザー要塞でしか手に入らないものって何がある？ネザーウォートもそうだし、ウィザスケの頭、ブレイズロッドとかもだよね。そこだけでしか手に入らないアイテムがそれだけあると見つけないって選択肢はないよな。もうちょっとこの周囲を探索してみますか。なかなか険しい道を進んでいくな。すぐそこがマグマで怖すぎる。めちゃくちゃ低空飛行しているガストがいるぞ。え、どこに？すぐ目の前にいるぞ。本当だ、剣で殴っても届きそうだね。左側にでかいマグマキューブもいるから気をつけてね。マグマキューブは地味に攻撃力高いから怖い。弓で狙おうとしても射程にマグマキューブが入ってくる。そいつは厄介だね。こっちも低空飛行ガストになかなか矢が当たらなくて苦戦しているところだぜ。てか奥の方にも別のガストがいる。本当だな。でもあいつはこっちを狙っていないからとりあえず無視しておこうぜ。いやー、ただただ探索するだけならまだしも敵がめちゃくちゃ多いな。これは気を抜いたらやられちゃいますね。これは、歪んだ森ってやつ。私たちが唯一見つけていなかったネザーバイオームだな。ネザー要塞よりも先にこっちを見つけてしまった。まあ見つけてなかったものが見つかったっていうのはいいんだけど、これじゃない感すごいな。ここまででだいぶカットも入れているし。ひょっとして探索した1時間くらいバッサリ行ったか。バッサリ行ったかもしれないですね。とりあえずこの歪んだ森にある木は回収しておく。そうだね。何かに使えるかもしれないからちょっとだけ持って帰ろうか。左前にガストが見える。どうする、探索まだ続けるか。実はカット分の探索で画像的に1000以上動いているんだよね。見つからなさすぎじゃない、いくらなんでも。これは出直した方が良さそうだな。これ以上遠くに行くとわからなくなるからな。拠点に戻りましょうか。今回は要塞を諦めざるを得ない。帰り道どっちだったっけ？拠点の座標はメモをしてあるから掘っていっちゃおうよ。いや、普通に帰った方が早いんじゃね。いや、掘っていった方が早いよ。そんなに言うなら勝負しようぜ。どっちが早く帰れるか、望むところでしょう。なんか帰り道タイムアタック始まったんですけど。ちなみにヨウムはどうやって帰るんだ？流れで霊夢の方についていったんですけど、ちょっと後悔してます。なんで、スムーズに帰宅させてあげるわよ。またこんな緊張感のある橋を渡らなきゃいけないと思わなかった。近くにガストいるから気をつけてね。え、マジ？本当じゃん、ささっと反対側まで行っちゃおう。え、いける、その前にガストにやられない？いけるいける、案外当たらないもんだって。そういうもんなのかな？あ、下のガスト狙ってる、危ない。え、は、ちょっとあ、一番早く帰宅できたのでマリサとの勝負は私の勝ちだね。いやその帰宅の仕方はずるだろ。いやこんなことになるならマリサの方についていけばよかった。霊夢を信じるとろくなことにならないだろ。これは証明されてしまったね。もうここどこわからないよ。霊夢に裏切られて取り残されたヨウム。こっちからも頑張って迎えに行ってみるからちょっと頑張ってみて。私のところにも来てくれ。マリサはタイムアタックしているからダメ。一生ネザーに住むことになりそう。あれ、ちょっと待って、これってどうしたの？ネザー要塞見つけた。マジで？ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側、
実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうぷ主の日常、 Twitter では動画の最新情報、ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。